はじめの一歩を応援する音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。今日はですね、この後ろに並んでます振り子のメトロノームのお話をしたいなと思います。はい、この振り子のメトロノーム、よくあるやつですよね。ピアノの上に置いてあるイメージかなと思います。この振り子のメトロノームなんですけども、意外に使い方分かってらっしゃらない方が多いんだなっていうのが、店番してて感じることなんですよね。で、今日はもう本当基本の基本なんですけども、そこをお話ししたいなと思います。まずですね、この横に書いてある数字ありますよね。これはいわゆる速度記号です。60とか72ってなってますよね。この数字はというと、1分間に60とか72とかカチカチ言う数字なわけなんですね。なので1分間60秒ですので、この60の場合は1秒に1回打つわけですね。120の場合は1秒に2回打つわけです。これが楽譜のですね、一番最初に書いてあります速度記号というのがあるんですけども、それに対応しているというわけですね。当然最初から速いテンポでは楽譜弾けませんので、最初のうちはちょっと遅いテンポから始めて、だんだんこう楽譜のテンポに合わせて練習できるようにしていくというための道具です。この有水というんですかね、この重りをこう動かしていくと下がっていくんですが、下がっていけばいくほど速度が速くなる、そういう仕組みになっております。でですね、メトロノームお買い求めに来られる方の中で結構聞かれるのがですね、これ3拍子とか4拍子とかどうすんねんっていう風な質問なんですよ。実はですね、3拍子っていうのはリズムでテンポとはちょっと違うんですよね。もちろんこういうチーンってなるやつで3拍子4拍子できるんですけど、そこをごっちゃにされてる方が意外と多いので、要注意ということでございます。振り子のメトロノームいろいろありますけども、基本的には色とか形が違ったり、こっちの方は、デジタルの振り子のメトロノームなんですけども、基本的に使い方はどれも一緒です。メトロノームっていうのは速度を合わすための道具なわけなので、練習にうまいこと使っていただければいいんじゃないかなと思います。もし使い方わからないっていう方は、当店店頭でいろいろ説明させていただきますので、よくわかんないとアピールしていただければと思います。